皆さんこんばんは。今日は東京に参りまして、まあ、ジャケットはちょっと着なきゃいかんだろうなと思ってきたんですが、全く着る機会がありませんでした。非常に暑い東京です。もちろん出てくる時の広島も暑かったんですが、だんだんと地球が暖かくなっていて、クラゲはだんだんと元気になってくるのかなというふうに思います。さて、じゃあこれは一番最後にまた出てくるものでございますが、今日の最初のこういうスライドからお話をさせていただきます。今日のタイトル、巨大越前クラゲ大発生の謎ということで、クラゲが発生し、またクラゲだらけの海になるということはどういうことを示しているのか、まあ、その謎にですね、迫っていって、私たち人間に多分クラゲはいろんなことを問いかけようとして、警告をしようとしてということもあると思います。そういうクラゲからのメッセージを、私の言葉を介してですね、皆さんにお伝えできればというふうに思っています。要は海そのものは、魚でいっぱいの豊かな海というのが原型というか、それが理想とする海なんです。しかしクラゲだらけの海になりつつあるというのは、何かおかしなことが起こっているということです。で、私広島から参りましたので、広島大学は船も持っておりまして、この瀬戸内海を扱ってます。それで瀬戸内海というのは、これまた非常に豊かな海でして、また後で出てまいりますが、ここでも越前クラゲは出てこないんですけれども、水クラゲが出てきて大変困っているということです。じゃあ大きく海そのものを少し私たちの立場としてといいますか、考えてみたいというふうに思います。海は地球生態系と世界人口65億を支える重要な空間です。これは地球の表面積の 70% を占める空間ですね。そして、深さはなんと富士山の高さに匹敵する3800メートルもあります。そして、その機能、海の機能として当然のことながら気候を調節してくれます。そして、二酸化炭素などの物質を、まあ、吸収してくれたりして、物質循環に非常に大事な役割を果たしています。そして当然のことながら船が走りますので、海上交通でもですね、海というのは大事な役割を果たすわけです。そして、とりわけ重要なのが、やはり私たち人間の食料を供給してくれる場であるということですね。それもまた海の重要な役割として考えなければなりません。そしてあとは、まあ、これは海を見てですね、つらい時は叫んだり、バカ野郎と言ったりですね、海は何も、なんて言いますか、帰ってきませんから、そういうバカ野郎と言ったらですね、ちゃんと受け入れてくれるという、そういう広さといいますかね、そういうものを持っている、まあ、母なる海というのがあります。まあ、お母さんに向かって叫べば、普通、今のお母さん、ひょっとしたら、なかなか反抗するかっていうか、あれかもしれませんが、辛いかもしれませんが、まあ、通常ならばお母さんというのは受け入れてくれる、海もまあそういう存在ですね。防爆たる広さ、要するに人を飲むような防爆たる広さ、これが人を海に対するこうロマンをかきたてる、そういう対象にさせるわけです。そして、そういうことで、まあ、人を癒すという、そういう空間にもなっています。その水が、まあ、今おかしくなりつつあるから、その一つとしてクラゲが出てきているということが言えるわけです。瀬戸内海、これは広島がすぐ面しているのが瀬戸内海で、先ほどちょっと池崎さんと控え室でお話をしてましたけれども、広島に来られたことがあって、広島の小イワシが美味しいんだとかっていうのもあります。それは一つには、小イワシというその小さな魚ではあるけれども、その土地で取れるまあ、それなりの幸をですね、広島の人間はそれをうまく加工すること、食べ
加工することによって、まあ、楽しんでいるという、まあ、食文化というものがあるわけですね。瀬戸内海は非常にこう地理的に島がたくさんあったりして変化が多い、まあ、だからそういう変化の多い中にある魚はエビはカニはということでそれぞれうまくこう適応して住んでいるという実態があります。でそういう中では漁獲量というのは例えば単位面積あたり一定の面積の中ではこれ世界でトップクラスなんですね。このように高いんです。例えばチェサピーク湾というのがアメリカの東部で、それで北海ヨーロッパなんです。これは北海というのは世界の三大漁場と言われている非常に優秀な漁場なんですけども、瀬戸内海に遠く及ばない。地中海というのがあります。まあ、綺麗な海で有名なんですけど、まあ、綺麗だから逆に綺麗な水には魚が住まない、清水に魚が住まない、魚住まずというのとよく似た例えになります。水が綺麗だからといって魚は増えないんですね。ハワイの近くの海はものすごく綺麗ですらけれども、ああいうハワイの近くの海では魚は育つということはあまりしない。やっぱりある程度生物の生産があってきちっとその生き物がしっかり生きているという海でないと魚を作ってくれないんですね。瀬戸内海はそれをやってくれているからこれだけ漁獲量が高いです。圧倒的です。それを支えているのが実は目に見えないプランクトンと呼ばれている生物です。顕微鏡を見ることによって初めて見えてくる生物、まあ、例えばミジンコのような仲間ですね。そのミジンコが食べているのが植物プランクトンで、まずは植物プランクトン、植物プランクトンが食べられる動物プランクトン、少しサイズが大きい。そしてこれが、まあ、例えばコイワシのような小さな魚に食べられ、そして例えばスズキやタイのようなものは大きな魚に食べられる、まあ、これがうまくいっているとですね、生産が高い海になるわけです。瀬戸内海は結局この下を支える、魚を支える土台がしっかりしている、足腰が強いということが特徴でして、まあ、ここにありますけれども植物プランクトンの生産がまずある。でそれがしっかり動物プランクトンの、まあ、魚の小イワシのイワシの餌になる、そしてイワシがそれだけ生産されるという、このピラミッドが非常にうまくいって、これを100とすると生産が28で、これを100とすると26ですから、まあ、30% 近くのその効率で、それぞれ餌がその上のフードチェーンのまた食物連鎖の上の方にそれぞれ転送されていっているという姿になります。これはだから餌を、まあ、例えば 100キロ食べたとします。そうすると肉が30キロになるんですね。そういう計算なんです。だから100キロ餌を食べて肉が30キロ作ってもらう、すごく効率がいいんです。養殖場なんかで魚に餌やったりしますけど、それとほとんど変わらないぐらいの効率がいいんですね。それほどだから瀬戸内海のプランクトンは質が良くて、そしてそれが食べられて食べられていくという効率が非常にいい、そのくらい理想的な海なんです。しかしそういういい海なんだけれども、実はおかしいことがいくらでも起こってる。だから元は40万トンにならんとするような、そういうイワシなどを中心とするプランクトンを食べる魚が取れてたんですね。けれども現在見てください、もうどん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 減っていって半分も維持できていない、3分の1ぐらいに減ってしまっているという現状があります。かつてはプランクトンがこれだけ魚を支えたんですよ。今プランクトンはちゃんといます、けれどもこれだけしか魚が取れないという現状があるんです。あれ、プランクトンが減ったの？そんなことはありません。ちゃんとプランクトンが機能してる。でも魚を取りすぎたり、そして魚が増えるのに大事な干潟や藻場をなくしてしまってるから、魚が卵を産んでもその卵から孵化した子供が生きる、生き残る、育つ場所がなくなってしまってということが、魚が減ってまた増えないという理由になっているんです。こうなったら喜ぶの
誰でしょうか。喜ぶ人がいるっていうか、喜ぶ生物が出てくるんですね。クラゲ、これは瀬戸内海などで出てくる。そして東京湾などでも出てくる水クラゲ。この下のこれ湾なんですけどね、小さな湾なんですけども、1キロ余りある湾ですね、奥行きが。この白いカーペット状のもの、何だろう。これ全部クラゲです。こういう状況が最近起こっているんです。瀬戸内海で、まあ、全部で起こるわけじゃないんですけど、一部の場所では起こって。でもこんな状況っていうのは海の中では観察されたことがない。初めて、まあ、最近というか2000年に起こったことなんですけれども、8年前にですね、こういう状況が初めて起こって、魚は取れなくなるわということで、大変な問題になったことがあります。こういう中に、まあ、今のようなところに網を入れませんけれども、まあ、魚を取ろうと思って網入れますね。網を入れて取ってもですね、結局ほとんどクラゲです。これ落ちてもみんなクラゲなんですけども、まれにこう分かると思います、サバが入ってますね。だからこれは漁獲をしたけども、もちろん漁業者の方は、漁師さんはサバを巻いたつもり、サバを巻き網で取ったつもりなんですけども、まあ、これはクラゲの巻き網と変わらないですよね。ほとんどクラゲです。それでクラゲに刺された魚はやっぱり弱ってますから、一番の価値がないということになって、昔では到底考えられなかったその魚が減ってきて、そしてクラゲが増えて、それでも漁師は生活のために魚を取らなければならない。そうするとこういうクラゲだらけの網として上がってくる。まあ、この中から、魚をより分けるわけですけれども、より分けて一番に出そうにも、おそらくもう買い叩かれてしまうという状況が起こるわけです。それほどだからクラゲが最近増えて困っている。これが瀬戸内海、そして東京湾でも同様なことが起こっているわけです。さあ、大きくなります。相当大きくなります。水クラゲというのはだいたい大きくてもお盆ぐらい、30センチから40センチ、まあ、これ40センチもあるとですね、堂々とした水クラゲですから相当大きなものですけれども、この越前クラゲは畳2畳畳2畳ありますよ。多分皆さんのこの机が2メートルぐらいですか。これをだから3つぐらい広げた、こういうふうな大きさの、この傘の、まあ、広げた時のですけど、傘の直径ですから、そのくらいになるわけですね。全然大きさが違う。体重は200キロを超すんですね。私は200キロのクラゲを測ったことはないけれども、170キロのクラゲは水から取り上げて測りました。まあ、ギネスブックなんかでその大きなクラゲは長さが30メートルもあるとかですね、書いてあるんですが、それを潜って長さを測ることはできる。けれどもクラゲを取って空中に出して重さを測ろうという人はいないです。まず。多分越前クラゲ200キロかそれ以上のものありますから、その重さを測ればですね、正規に測ればギネスブックに登録できるぐらいの重さのものはあると思います。多分250キロには優に私は行く個体がいると思います。200キロ以上というのは言われてますが、そういう大きさには十分なります。さてこのクラゲ、8000年、このクラゲの8000年ですが、大量発生が起こったのは古い話ですが1920年起こってます。大量に起こってます。大量にというかもうニュースになるほど起こってます。
その時の新聞を見ればわかるわけですね。そして58年にも起こりました。95年にも起こりました。これ見るとだいたい40年近い周期で1回起こるわけですね。それが、これ行う相当ですよね。ひょっとしたらこれ人間の大きさは少しありますけれども、その背の高さぐらいは傘広げたらありそうですね。この巨大なクラゲ、これが2002年大量発生をして、それから4年はちょっと少なかったんです。出たんですけども大量発生とは言えない状況でした。5年、6年、7年、今年はどうかまだ分かりませんが、相当可能性が高い。要するにかつては40年に1回しか起こらなかったような大量発生が2002年以降毎年のごとく起こっているというのが、これが今越前クラゲにとっての大問題なんですね。だからそういう風にしてしまったということです。さあ、じゃあこのクラゲ一体どういうクラゲなんでしょうか。水クラゲの仲間とは少し違います。まず名前が越前クラゲという標準和名を持っています。種名はですね、ラテン語でネモピレマノムライというんですが、この命名者は当時の東京帝国大学の教授の岸之上鎌吉博士によって命名されたものです。どこから来たかというと、大発生をした1920年に福井県の沿岸に、打ち寄せられるわけですね。それを福井県の水産試験場の場長の野村寛一さんという方が、変なクラゲが打ち上げられたと、取れたと。それでこの岸之先生のところに送ってみたら、これはまだ記載のない初めて そのちゃんと記載される記載されたクラゲだからということで新種命名をされたんですね。それが福井県で取れたということから越前クラゲという名前になっています。でこれと似たクラゲは実は、それ以前にですね、他の人や岸之上博士によって報告をされていました。備前クラゲというのは備前ですから岡山です。小島湾という湾があるんですが、そこで取れる、これ食用クラゲです。これは中華料理で皆さん方行かれて最高級のクラゲのオードブルと出てくるので、最高級のものがこの備前クラゲ、コリコリのクラゲです。肥前クラゲというんです。肥前ですから佐賀ですね、佐賀、これ有明海です。そこで取れたクラゲ、これもなかなかちょっと柔らかいんですけど高級です。肥前があり、ごめんなさい、備前があり肥前があり、そしてこれはそれとそこで取れる産地で取れるものですが、次に越前で取れるのかというと生まれるのかで、そうではないですね。越前はたまたまよそで、中国の沿岸で発生したものがたまたまその捕まえられたといいますか、それで博士の方に送られて命名されたから越前だけれども、備前、肥前、越前、全部昔の国の名前ですね。私はこれを称して三千クラゲという。みんな食用クラゲです。越前クラゲも食用に効きます。ただ物は良くない、ちゃんと食べられることはできます。さて一体この越前クラゲですが、一体どういうクラゲなのかを知らないと、対策の立てようがないわけですね。しかしこの研究をやり始めたのは2002年、これはちょっとやる必要がある。それはその前に瀬戸内海で水クラゲを私ずっと調査をしてきて、一種 その人間の活動、例えば漁獲をその強く出るだとか船を動かさせるだとか、その海岸をいろいろと変えていくだとか、そういうことがですね、いずれは、クラゲをこうたくさん増やすその原因になるんではないかと思ってたもんですから、2002年に大量発生が起こったんですね。あ、これはちょっと考えなきゃいけないっていう、少し
瀬戸内海や、まあ、例えば東京も水くらいがたくさんいますが、それを東アジアの海にわーっと広げたんです。これ賭けでした。実はだって40年に1回しか出てこないようなクラゲを相手に研究しようかしまいか、すごくこれ大問題だったんです。で、私大体くじ運悪いんですよ。もう全然くじ運悪いんで、これはって思う。でもこれだけは当たった、まあ、だから3年に大発生して、4年はなかったけども、それからずっと大発生が続いて、まあ、これ一種の私 の、まあ、この研究をしてきた上で、多分大発生になるだろうという読みがあったから、まあ、そういうふうにしたんですけれども、まさにそれがぴったし当たってしまいましたというんですね。あのギャンブル的な要素もあったんですけれども、まあ、まさにあのそういう海になりつつあったというのを私が多分読めたんだ。それでずっと今続いてきているということです。さて、そのクラゲをじゃあ正体を知らなきゃいけないということで、まず生活史を回さなきゃいけない。日本にやってくるクラゲは基本的に流れ物なんですね。流れてついたもの。だから元はどこから来てどういう生活をしているかを知らないと、それがまあわからないと言いますかね。それで初めて対策ができるようになるということで、まずこの生活史の解明から始めていきました。成熟したこういうクラゲをまず取って、オスとメスが分かるんです。成熟をするとメスの卵巣はこのように褐色ですが、オスの卵巣はわずかにピンク色がついた白っぽいものなんですね。でこれを、まあ、たまたま私もその運が良かったというか、ビギナーズラックという言葉がありますが、何も知らない初心者だから、まあ、無謀なことやってたまたまうまくいくということがありますが、切り出した卵巣と精巣をこのザルの中に入れて流水式でずっと流して、そしたらうまくその受精といいますか、その産卵や受精のタイミングがあって、受精卵が回収できた。これが受精卵、そしてその受精卵が24時間ぐらい経つとですね、孵化をしてプラヌラというふうに言います。これは体の周りに繊毛がありますので、繊毛がこう繊毛で泳いで水の中をずっとフラ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 泳いでいます。そしてどこか自分がそのくっつきたいというか、そういう着底したい、そういう場所を探していくわけです。数日間こういうプラヌラというプランクトンの状態で水の中をフラ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 しながら、自分が一番いい岩のような硬いものにくっつくわけです。でくっついたのがこのポリプ、ポリプという、よく皆さんポリプができた、腸にポリプができたというそのポリプなんですね。はい、最初は4本の触手を持っている小さなものです。これがちょっと矢印を、それであのだんだんとポリプが大きくなって、16本のポリプ、16本の触手を出している。これがいわば、十分成長したポリプになっていくわけです。大きさはそうですね、2ミリぐらい、2ミリから3ミリぐらいですから、非常に小さい、目で見てやっと分かるということですね。皆さんのポリプも多分最初はそのぐらい小さなものからだんだんと大きくなって、取らなきゃいけないというふうになっていくわけですが、ポリプはある一定の大きさ以上には大きくなりません。その代わり数を増やします。数を増やす方法は、歩くんです。これをちょっとそのイメージが好きなんですけど、私ポリプですね、いいですか、16個の触手を持っています。それで、体はレバーのように柔らかいです。まあ、足を伸ばすようにストロンというんですが、それを伸ばしていきます。伸ばしたらこの前足の方に体のその部分というんですかね、体のその物体、体をずっとこの中で柔らかいですから、ここで全部持っていくんです。で移動する、
で後ろ足が残るけどもこれがブチッと切れる。ブチッと切れたのがこれで足跡が残るんですね。ですからこれは一つのコロニー。だから一つのコロニーというのは一つのポリプがあったんです。それがヨタヨタと歩いてこのくらいの数になった、コロニーになった。これも最初は一つです。それがヨタヨタと歩いてこういう数個のポリプと、そして足跡を残しているという状況になっています。じゃあ一歩歩くのにどれだけかかるかというと、早いので3日早いので3日、遅いのは1ヶ月ぐらいかかりますね1ヶ月ぐらいかかってやっと一歩前進むという、条件、水温だとか餌の条件だとかそういうもの、またはポリプそのものの条件によって変わりますけど、だからまさにこう更新をしていくようにね、どん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 増えていくわけではないんです。そしてこの足跡から新たなポリプが出てくる。それで出てきたものがだからこういうふうになる。多分これ大きさからするとこれが最初の、親ポリプで、歩いていって足跡を残して足跡から出た子供ポリプが出てきている。それで一つのコロニーになっています。さあ先ほどのポリプ一つの塊ですが、これがうまくですねくびれができるんです。お皿を重ねたようにと、またウエストがギューッと絞られるように、いくつも絞られるようにして、これご覧になれば分かりますように、例えばこれは下にもありますが1,2,3 ですね、4枚お皿を重ねたように、これも 1,2,3,4 枚重ねたように、こういうふうな状況になるんですが、ストロビラというふうに特別な名前があります。こういうふうになると、あのお皿が出ていったらこれはクラゲのようになるなというのが想像できるかもしれません。しっかりくびれがこうギューッとウエスト縮めていくと、もう切れますよね。切れる直前ぐらいまでになるとこんなふうに、これ何かに似てるなというのが見える。これが実は離れていってクラゲの赤ちゃんであるエフィラになるわけです。エフィラ、雪の結晶が多いですが、雪とは違う。雪はあれ何本何本っていうかあるかご存知で、6つですよね。こういう出てるのは雪の結晶は、これは8つありますね。そこは違いますけれども、なんとなく雪の結晶のようなイメージがあります。それはちょっと大きくなると、こういう形で、これでもエフィラというふうに言います。大きさが3ミリぐらい、幅が3ミリぐらい、小さなクラゲ、赤ちゃんクラゲです。こういう形で出てくるわけです、水の中に。そして、メテフィラというこういうステージ、これも若い、まだ赤ちゃんがちょっと大きくなったクラゲですが、そして若い、これはもう10センチ近くの三径、傘の径になりますけれども、育っていってだんだんと最終的には100キロを超えるようなクラゲになっていくということになります。もう一度繰り返します。夏から秋にかけて、特に定置網なんかに入ってくるクラゲはもう大きなクラゲですね。それが成熟をします。秋から冬にかけて受精卵を産み、プラヌラというプランクトンになって着底をしてポリプになります。そしてポリプが、こういうふうに大きくなって成長したポリプはポドシストという、足跡をたくさん残すような形で数を増やしていく。それで夏になると、ちょうど時期的にはゴールデンウィークあたりです。日本の4月の終わりから5月の最初くらいに、このストロビラというのができて、それから赤ちゃんのクラゲ、エフィラと呼ばれるものが出てくる。
まあ、ちょうど今の時期ですね、もう5月の下旬になりつつありますが、どん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 このエフィラ赤ちゃんから、メテフィラという若いステージを経て大きくなりつつある。今多分小さなお皿ぐらいになりつつある、10センチか20センチぐらいの状況に今なりつつあるというふうに思います。どん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 大きくなっていって、夏にはもう50センチを超え、秋になるともう1メートル優に超えて、まあ、100キロぐらいになるという、まあ、これがぐる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 回るわけですね。でこのポリプ、これだけは、実はこのクラゲそのものは1年以内です。寿命はあれだけでかくても1年で、もう1年以内で命は尽きてしまうけれども、このポリプだけは、まあ、永遠とは言いませんが、数年、まあ、私のところでは3年は全く問題なく生き残っていますね。ただ、これがあのミズクラゲの場合は数十年、20年も30年も水族館で飼ったという記録があるんですけれども、越前クラゲの場合にはそこまでどうも丈夫ではないというふうに思っています。ですから数年しか寿命はないものと思います。新しいポリプの供給がないといけないので、10年も20年も生き残っているわけではないというふうに考えています。今の生活史が、この韓国の半島から中国の本土にかけての大湾です。大きな湾、これ渤海、これは黄海、黄色い海、そしてこれ東シナ海、ここの大きな湾の中で、ここの中で先ほどの生活史というのが基本的にぐるぐる回っています。だから、まあ、あのここはいわば越前クラゲのふるさとと言っていいところなんですね。日本で回ってるんじゃないんです。それでここから漏れ出たのが日本にやってくるということなので、まあ、ちょうど種場というのはこのずっと韓半島と中国本土に囲まれた沿岸、中国の浅い海に種場が存在しているというふうに考えられています。でもまだ種場を見た人がいません。ポリプというものが天然でどこにいるかを見た人がいないのです。でも中国の沿岸であるのは間違いないというふうに思います。その中国沿岸で生まれたクラゲが向こうの、あの日本がこれから梅雨に関わりなんですね。あ、そういえば四川の大地震で、もうこれはあの長江という大きな揚子江ですよね。これずっと上流側の四川ですから、あの被災された方は雨が降って大変だという、これからまさにあそこは雨季になる、水になる、日本と変わらないような状況になる。そうすると、まあ、日本もその降雨量が増えたらそうですけれども、この中国側でも梅雨になるとですね、揚子江から出てくる水の量というのはもう莫大に増えるわけです。で海水と薄まって長江低塩分海水という、そういう海水と長江の水が混ざり合ったような、そういうものが出てきて、こういう水って軽いんですよね。海水って辛いでしょ、で重いんです。で海の、ごめんなさい、川の水って、まあ、甘いっていうか辛くないから軽いんです、ね、そうすると海の上はスーッと滑るように沖に出てくる。だからこの長江低塩分水というのはずっと沖合の方に、東シナ海の半分、真ん中ぐらいまで押し出されるんです、ね、これがまずクラゲがこの中国の沿岸から沖合に運ばれるベルトコンベア。そしたら次に南から対馬海流というものがずっと今度は上がってくる。これがベルトコンベアの第2です。そしてどん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 とこのクラゲを日本の沿岸の方にずっと押し上げていって、北海道近くにも行く。もちろん北海道のずっと北の方にも行くんですが、10月になると、まあ、ここに7月ですね、8月、9月、10月にはもう津軽海峡を越して太平洋の中に入ります。
そして11月12月になると、まあ、東京といいますか房総半島の近くまで来るわけですね。最先端というのは、まあ、ここで、まあ、冬になりますので、最先端はこの辺りですけれども、まあ、ずっと日本海に入ってきたクラゲというのは冬になっていくから、冬の低水温などが効いてもう傘を持つ力もなくてどん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 で沈んでいって、まあ、海の藻屑と消えていく、まあ、だから冬になればもうクラゲというのは全部死滅してしまってもう終わりです。そうなるとこれは死滅回遊とかですね、全然その分布域を拡大することがなくて向こうの分散だという、でそういう表現がされます。まあ、死滅回遊、回遊っていうのは分かりますよね。けれどもその回遊した先がもう死に果てるのだということ、そういう表現で表されます。ですから日本に来たクラゲはこのふるさとの中国の沿岸には帰る術はないということです。逆にはこの中国の沿岸のこの大きな湾がもともとのふるさとですから、ここで大発生して溢れ出たクラゲが単純にベルトコンベヤーに乗って日本にやってきて考えていいです。このベルトコンベヤーは何十年前も今も変わらないわけです。かつてこのその流れがなかった、それはありません。でもクラゲが来なかったというのは要は大量発生がなかったということを意味しているわけです。大量発生があれば必ずこのベルトコンベヤーによって乗って日本に来るものですね。だからこの海流の流れに変化があったんじゃなくて、変化があったのはどこか、何か、ここに変化があると考えられるわけです。さあ、さてそれを実際に示す、ドクター来てると確かにここからだっていうのをより示したいと思います。私たちはだからそういう推定をして、中国の沿岸が種畑ということで中国に乗り込んでいって本当は調査をしたいけれども、なかなか中国の方はですね、日本人の研究者を一緒に受け入れて共同研究という形では行っていません。実は私がこういうセオリーを出して、中国が問題があって中国の環境が変わっていることが最近の大量発生の原因だというふうに4年ぐらい前上海でワークショップがあったときに行ったらですね、会場からソース感といいますか非常に大きな非難を浴びて、日本だって言ってるじゃないかと、自分のところをちゃんと調べないで中国の方が原因だというのはそれはあのなんていうか許さないというような形でですね、まあ、そう攻撃に遭いました。でも今は中国自身がやはりこのクラゲの問題で困り始めてます。でチンタオっていう、まあ、これから出てくるんですが、ここはあのリゾート地です。ちょうど中国のハワイみたいなところですから夏に海水浴客がドーッと来るわけですね。最近では、この越前クラゲが刺すクラゲですから、越前クラゲが海水浴客を刺してですね問題になって、そこまでやっぱり自分のところでやっぱり発生していて問題になっているというのも認め始めましたね。中国というのはそういう意味ではいろんなところ自分の国の原因があるのを長く認めてこなかったものがあります。黄砂は明らかに向こうから来るのは間違いないんですが、最初の時はあれは中国のものではないと越前クラゲもやったもんで、あとあの大気汚染ですかね、これもまあ、分かっていることであるけども多分彼らは自分のところからではないというふうに、まあ、明言しているかどうか分かりませんが、なかなか自分のところのが原因だというふうには認めない、まあ、そういうお国柄というのもある、まあ、そういう状況の中で、研究するというのは容易なことではありませんけれども、できることが一つある。それは民間のフェリーに乗って見ることは誰でも許されるということで、下関からチンタオに通うあのフェリーが、国際フェリーが、それでこれが1日目、この線を引いとくと昼間で、夜は見えませんから寝ます。
で朝から昼にここに昼過ぎに入ります。そして翌日1日経った後、朝日が明けて、そしてずっとここまで見ることができる、まあ、そういうあの往復のフェリーに乗ることによって、クラゲを、中国の沿岸のクラゲを直接見ることができます。そうするとちょっとごめんなさい、あの白い点がたくさんあるんですが、これは全部クラゲなんですね。もうバツバツバツとこう、もうすごいたくさんあります。そういう状況を見ていってデータに取ります。去年は6月の最初に行きました。実際には4月の終わりに行ったんですが、全然見えなくて、6月の初旬までクラゲは全くいませんでした、まあ、いわゆる外れたというか、かつかだったんですね。で6月の中旬に初めてクラゲが、この辺りですね、最終島がここです。最終島から黄海の中央部にかけてたくさん見ることができました。そしてまた別のルートですが、大阪と上海のフェリーにも乗りまして、そしたらちょうど上海沖にもですねクラゲがいました。だから去年の6月の中旬がいわばクラゲとして出現したことがわかるんです。そして6月のこの下旬から7月の最初になると、この分布がずっと広がっていきました。そして7月の中旬になると、ちょっとこの真ん中は密度が薄いんですが、よりこの最終島に近いところはですね、密度が非常に高くて、1平方メートルに1個体1メートル、ちょうどここに四角があるんですが、その中にクラゲが1個体という状況でした。まあ、こうなるとですね、これカウントするんですが、指で追いついていかないです。通常は10メートルの幅をカウントするんですけど、とてもできない。半分にし、それをまた半分にして、一つのラインで見ることしかない。それでももう腕が、その指が追いついていかないという、そういう状況になるんですね。それほどすごい密度で、出現をしている。だからこういうことから、去年はこれ大発生間違いなしということで、私も行って、それで水産庁もこういうデータをもとにですね、今年も危ないからという、そういう、予報っていうんですか、注意報っていうんですか、そういうものを出してくれました。しかしその後はあんまり、実は日本への分布はですね、分布というか出現が去年は多くなかったんです。それはちょっと不思議なことでもあったんですが、まあ、これは何が言いたいかというと、要するに先ほどのような中国沿岸が発生源であるということを、民間のフェリーを使って目視するということで、日本に来る1ヶ月または2ヶ月ぐらい前に、この黄海ではですね、また東シナ海では大量にクラゲが出現しているというのが、確認できたということです。あ、すみません、これを早く見せる、こちらの方がよかったですね。7月の中旬の先ほどのグラフを拡大したものです。この最終島の近くにで観察されたこのピークの値というものは、1平方メートルあたりに1個体ぐらいのすごい密度であったんですね。まあ、これがずっとこのラインに沿っての値ですから、まあ、ここにいたわけで、これがずっとこう対馬海流によって日本海の方に流されていく。まあ、だから去年そういう状況からすると、対馬で待ち構えていたらこのクラゲが大量に来ると私は思ってたんだけども、あまり来なかったんですね。まあ、結果的には私は多分この韓国の南岸、この陸に近いところをずっとかすめるように日本海の方に入っていって、日本から遠いところをまず入っていって、それでしばらく沖合を流されてから10月以降、若狭または北陸地方にですね、東北地方に影響が及んだというふうに考えています。先ほどの7月でしたね。8月で、これも8月で、9月、10月、だんだんと少なくなっている様子が分かります。ということは、要するにだいたい7月ぐらいまでがもう中国の沿岸で大量にいて、もう8月になると相当日本の方に運ばれているという示しているわけです。で、秋になる10月になるとですね、そちらの方で、
まあ、弱ってきたクラゲが増えてくるから、まあ、少なくなる。でこれは去年の測定を、まあ、航海での平均の密度に直したものです。まあ、航路筋にずっと測定をしましたので、それをずっとその航路筋に平均を見たわけです。6月の下旬から出て7月の初旬に上旬に最高となって、そして夏の間高いんですが、あ、8月にもだいぶ減っていきますね。まあ、7月がとにかくピークだということがこれから分かります。秋になると急激に減少していったということです。さあ、一体どのくらいのクラゲが日本に来るんだろうか。ちょっとすみません、だんだん暑くなってきたので濡らしてみる、ということですが、これは2005年の例です。2005年はこれまでで最大のクラゲの被害があったというふうに考えられる年で、まあ、そうなるとありがとうございます。最大のクラゲの襲来といいますかね、それがあったというふうに考えられます。ちょうどこの時期に私たち調査をする機会がありまして、まあ、船の穂先っていうか船首の位置にいると、まあ、15メートル四方の中に20個体のクラゲがもう出てくる。非常に、高い密度で、これ対馬の近くですが、出現をいたしました。そしてこういう大型の網を使って、まあ、船のから後ろから引っ張ってですね、その延直分布を見てみると10メートルのところにいます。30メートルに、まあ、たくさんいて、50メートルのところにも、要するにこの深さはだいたい65メートルだったんですけども、ほぼウォーターからの水の柱全体にですね、クラゲが出現をしていたということがわかります。この時のクラゲの密度が1000立方、10メーター、10メーター、10メーターのサイコロの中に 2.5 個体、まあ、これ高いと見るかどうかですが、まあ、高いんですよ、相当なものなんですけれども、そして、対馬海流がどれだけ流れているかという水量が分かるんですね。だからその水量の中に、水量というか、まあ、溝って変だな、対馬海流を、まあ、一つの水量と考えるとどれだけの水が流れているか、その水の中にどれだけのクラゲがいるかというのがこれですから、で計算すると1日あたりなんと3億から5億入ってます。これが2ヶ月続きました。7月、8月、それからあと急に減っていくわけですが、だから2ヶ月もこれだけのたくさんのクラゲが入ったということですから、数えきれない天文学的数字のクラゲが2005年の夏に日本海に入ったということが、まあ、推定されます。ですからそれから後の被害っていうのはすごいんです。これは水産庁の方で、また水研の方でデータを各地の定置網から取って、それをまとめたものですが、この赤い丸が1日その定置網1網当たり500個体以上の数が入ったものです。すでに山陰の方ではですね、8月の下旬でこれだけたくさん、もう早いやつは東北の方まで行ってるということが分かります。それでだんだんと9月の下旬、赤い丸が北の方に行ってるのが分かりますね。まさにあの海流に乗せられてる、運ばれてるということが見て取れるわけです。10月、11月、ちょっと減ったかな。12月、明らかに減ってきますね。まあ、1月になると圧倒的に減ります。ですから、まあ、10月の下旬がこの時は最大の、この年は被害をもたらしたということが言えるかと思います。それと面白いのは、普通はもう流れからして対馬海流というのは日本海の方に流される流れですから、クラゲは日本海の方だけに行くもんだと思ってました。この年だけは違います。ほら、四国の沖、紀伊半島の沖、瀬戸内海にも入ってますが、こちらの方を流れたんですね。なぜかというと、結局それは、九州の南を交わして、
ということは東シナ海の方から九州の南に向かう流れに乗せられて、それで黒潮の内側を四国の沖、紀伊半島沖、東海沖をずっと流された群れがあると。その一部が瀬戸内海にも入っているんです。これは驚きました、実は。ですから一部は、このようにですね、日本海をずっと上がっていって、北海道の稚内をかわして知床まで行ってるんですよ。それでこの南のやつは黒潮の内側を通ってといいますか、内側を通ってもうずっと東京湾の方まで、伊豆まで行ってる。もうそうするとほぼ日本列島がクラゲで包囲されるという非常に特異的な年になります。初めてですね、太平洋側にこのクラゲが流されているのは2005年初めて。それまでも聞いたことがないし、それ以後もありません。ただ私が気になったのは、日本海はそれほど浅い、その中国の沿岸に近いような環境はない、干潟みたいなところは日本海はあんまりないけれども、瀬戸内海は浅い海だし中国の沿岸に近い、有明海にも入ってます。こういうところでひょっとしてクラゲが産卵をして、ポリプが居ついて翌年新しいクラゲを出してきた、どんなんだと。それがものすごく気がかりだったんです。あ、ごめんなさい、そこに行くまでに、これが被害の状況ですね。被害の状況です。これはもう山陰の定置網なんですが、これ魚なんか見えません、クラゲだらけ。これは岩手県の久慈というところですが、鮭を取る網ですが、もうたくさんのクラゲが入っていて、でこの年は2005年の漁業被害、10万件以上の、いろんな苦情というんですか、それがあります。被害金額の算定はなされてませんが、数百億円はにはなるだろうというふうに、推定されます。相当な被害になるわけですね。で気がかりだったんで、こういうお尋ねもポスターを全国に配布しました。もし若い越前クラゲが出てきたら、これは大変なことだから、ぜひ送ってくれと。私たちはさっきの3000クラゲの小さな個体であっても見分けることができますので、1000クラゲがもしいたならばですね、こういうクラゲだったらもうすぐにサンプルを送ってほしいということをおっしゃったんですが、その呼びかけに対して反応が、あったです。一番やっぱり危ないところと思ってた有明海で出た、2005年ですかね、さっきの2005年だから2006年の夏に有明海から出たというのがあって、私の知ってる漁業者から確かなのは、まず7月の10日に1個体、これは産経が60センチです。8月1日に産経80センチ、これ体重を私たち測りまして30キロ、この個体なんです。これを、私は写真を、向こうで撮ってもらったんですけども、現地で撮ってもらった。であと未確認の個体も含めるとですね、6月から8月の間に、この有明海の奥です、湾の奥です、実個体は確認して出現しているということで、2005年に入ったクラゲが産卵をして、そしてポリプをここで作って、そして翌年、そのポリプから新しいクラゲが出てきて、こんなに成長して網にかかったというふうに考えています。こういうことがあったんで、これは大変だ、これひょっとしたら、有明海に居つくかもということを思いましたが、昨年2007年ありませんでした。幸いにしてひょっとしたら消えたのかもしれないけれども、ポリプは、数年は生きる力を持っているので、まだしばらくは注意が必要と私は考えています。瀬戸内海からも2006年、報告がありましたと言いますか、それはもう ほとんど越前クラゲに近いような描写だったんですが、確認するものがない。その越前クラゲのレポートをくれた人も、
比較的よく比べる分かっている人だったんですが、それを確認する、まあ、実物であったら写真がないために最終的な確認ができなかったんですが、ひょっとしたら瀬戸内海でもですね、少数ではあるけど、非常に少数ではあるけれども2、3、6年の夏に出てきたものがあったのかもしれないと思います。ただ瀬戸内海からも2007年に出てきたという報告はありませんでした。これもそうであったらいいなと思っています。要するに、日本に着いたもので着くということがないようであればいいなと思っています。まず第一に、もし着くことになればですね、30センチ、40センチぐらいが最大の水クラゲが2メートルぐらいの大型の越前クラゲに取って代わられるかもしれない。そういう風になったら、まさに日本の海が越前クラゲの大発生で日常茶飯事になった、そういうことがものすごく危惧されたからなんですね。まあ、幸いにして日本発生の越前クラゲというのは今のところ心配しなくていいのではないかというふうに思っています。いろいろ調査をしていくと、このクラゲっていうのは結構面白いというか、まあ、臨機応変にというか、考えればなるほどなと思わせるようなことをやるというのが分かったんです。というのは、元気な越前クラゲ、秋にとって、まあ、大きいですよね。元気に無傷で泳いでるクラゲっていうのは生殖腺がそんなに成熟をしていない。どういうわけか、100キロを越してても生殖腺はそんなに成熟をしていないけれども、この健康なやつを網の中に入れてですね、波打ち際に引っ張ってきて、そこで数日間、まあ、痛めるというか、痛めつけるというか、ストレスを与えるとですね、まずクラゲは死ぬわけです。当然親は死ぬんだけど、その生殖腺は立ちどころに、まあ、色を濃くして成熟 OK といいますか、産卵 OK にまで至るという面白い、そういう現象をすることが観察することができたんですね。それはだから結局元気な間はですね、成熟に対するエネルギーはあまり割かないで、自分の体を大きくして大きくしていくというんだけれども、自分の体が持たなくなったら、あ、これはもう自分の子孫に預けるしかない、託すしかない。そしたらもうその卵の成熟の方にですね、ガーッとエネルギーを注ぎ込むような、そういうメカニズムがなんか働くのじゃないか、これは手強いなという、そういう感じをしました。そういう感じがしました。それで傷つけたクラゲコなんですが、成熟したのはこういう色になる、これに比べるとですね、ちょっと薄いように見えますが、光の加減です。でこれちょうどクラゲの下の部分、傘の下の部分にこういうふうに生殖腺がぶら下がっているんです。で生殖腺そのもの、卵がある部分もですね、ちょうどとわみをこう、とわみって、まあ、カーテンの方がいい、このカーテンをずっと集めて、そのカーテンの下側のところにですね、この卵がずっとあるというふうに考えてもらえればいいんですね。それで自分の命が危険になると子孫の繁殖へつながるというのをやる、なかなかの手強いもの。それで水産庁の方はクラゲの被害を軽減化させるためにクラゲを切るということをやってますよね。切るとかえって成熟が早まるという一面も実は否定できないんですよね。さっきのプロセスをもうちょっと見てみますと、痛めつける前、健康な時のそのクラゲというのは、その卵はまだ完全に成熟をしていないんです。だからこういう透明です。それで損傷を与えて2日するとですね、こういうふうに黒くなる。要するに中にエネルギー、栄養物質をどんどん蓄積するようになる。そしてそういう状態から光が当たると、いきなりもうこの光が当たるとですね、1時間ぐらいするとこの卵巣のこのゼラチン質の中からビューッとこう自分の力で抜け出るように出ていく。
で、これはもう完全に外に出ていって受精を受けるようなものですね、卵です。こういう傷がついて数日すると卵の成熟が進んで、そして朝の夜明けの光、これが刺激になって、放精、まあ、一つにはだから精子のオスの方から精子が出なきゃいけない、先に精子が出るんです。光を与えて30分ぐらいしたら精子が出る、で1時間ぐらいしたら卵が出る、遅れて卵が出る、それで受精が起こる。だから毎朝の光が出てくるとですね、産卵、目は受精、放精、放卵、受精という産卵という、まあ、こういう一連のプロセスが起こるということが分かりました。それはすごく多分クラゲにとっては大事なんですね。タイミングを揃えるという1、2の3でやはり精子と卵を揃えなきゃいけない。何が一番1、2の3の時に合図になるかというと、昔から変わらない地球のその合図というのはですね、光だったのが、1日の始まりの光だったと思います。このようななかなか手ごわい、クラゲなんですけれども、これを増やした原因は何かというと、これは当然のことながら中国の海の環境にあります。一体何がそういうクラゲを増やす原因となったかというと、まず第一は、温暖化ということは考えられます。これは25年間の平均の水温ですが、冬の水温だけをとってみると2度高くなる。それで私たちは水温とそのポリプの増殖、先ほどのポリプ歩いていくというふうに言いましたけど、その増殖の関係を見たらですね、1度上昇するとそのポリプの増殖速度は 20% アップするんです。だから2度かつてに比べると、まあ、特に冬の温度を中心にですね、航海の平均水温はアップしてますから、まあ、大体かつてに比べると25年ぐらい前に比べるとポリプの増殖速度が 5割増し近くになって、だから昔の水温と今の水温を比べただけでもポリプそのものが水温が高いことによってそれだけたくさんクラゲを生み出すような状況になっているということは言えると思います。2メートルの山径があって200キロにもなるから餌は人間かな、大きな魚かなと思う。そうではないんですね。あれだけでかくても口は1ミリか2ミリしかない。だから餌はプラン小さなプランクトン。だからそのプランクトンがやはり増えているということが原因になる。それは、中国の開発すごいですから、経済発展すごいですから、当然どん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 沿岸に人口が集中する。産業もそうですね、産業排水しかり、まあ、一番多いのは農耕地からの畑だと耕作地からの肥料の流出でしょうかね。で工場排水、生活排水、そういったものが全て長江なんかに集められるというんですか、入って、そうすると長江の河口域というのはどん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 この養蚕台の窒素が広がるんですが、高くなる。高くなればこれ植物のとっての肥料ですから、赤潮の状態の近くに植物がどんどん増える。そうなれば動物プランクトンも増えるんで、クラゲの餌が増える、まあ、そこに魚がいればですよ、動物プランクトンを食べてくれるから。ただ魚は人間が取ってしまってるから、魚の餌にはならない、クラゲの餌になるばっかりということです。これは、模式的に書いたものですけども、人間が手の入らない、網が入らないところ時にはですね、大きな魚が海の中では当然卓越してますよ、まあ、小さい魚もいるんですが、それが漁業の網が入るとですね、まず大きな魚から駆逐していく、取っていく、それで残る魚はだん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 小さくなっていってしまう、まあ、ちょっと申し訳程度にこれ魚の人が書いたんですが、クラゲも入れてるんですが、やっぱり魚の人はですね、その魚をずっと取っていったら大きな魚が小さな魚になっていく、まあ、要するに、なんかな、マグロとかそういうカツオとかそういうのをずっと取っていくと、その餌であるイワシとかキビナゴとかそういう魚になっていくっていうのは読めてたんです。
けれども、それ以上のことはあんまり読めてなかった。今はもうだいたい見えてきたんだけど、魚をずっと取り続けていくと結局魚ではなくてですね、クラゲにも置き換わる可能性が強いということがはっきりしてきました。そういうことは今まで考えられてなかったんですけど、魚はあくまでも魚でずっと置き換わるだろう、ただサイズが小さくなるだけだっていう考えだったんだけど、今はそういうわけにはいかなくなってきた。で、実際これがその渤海という一番奥のところですよ。ちょっとここだけ見てもらうと、これはですね、こう小さくて申し訳ありません。1959年はこれだけ高いんです。高いということはこれだけ資源がたくさんあったの。で、今はもうここ1998年ですが、ゼロに近いような。要するに 95% も渤海の魚の資源は減っているということをこれ示しています。これ中国の研究者が出したんです。しかし不思議なことに中国はこういう研究者もいるんですが、中国の漁獲量は相変わらず減ってないんですね。どうしてでしょうか。だから日本のようにきちっとした統計を取る体制になってないんです。変なあれかもしれません。かつて経済成長例えば何パーセントだったのならばですね、漁獲量もそれに合わせて何パーセント増えていかないと役人がやっつけられるようなそういう状況があって、まあ、要するにある意味データをずっと実際のデータではなくて政策的に作っていたということもあって、それで信用できない。今 FAO で中国が出している、中国はだから FAO に登録をして出している、これ圧倒的にも高くて世界第一、それは間違いないんですが、実際にはですね3分の2か半分近いのではないかというふうにも言われている。それほどだから過大評価になっている可能性があるんです。ですから中国のデータは使えない、じゃあ韓国のデータを使いたいということで、韓国はきちっとした利用の統計がありますから、中国も韓国もお互い取ってる、そのこれ韓国西岸ですから黄海の漁獲量、これはかつてこういう15万トンのレベルにあったものがですね、これ今でも5万トンぐらい、だから3分の1です。これだけ減ってるんです。中国のデータは黄海のデータがこんなに減ってるということはありません。それで皆さんもその伊勢底引きという下関や長崎を中心に東シナ海にトロールが出てた、日本のトロール船が出てた。今もほとんどそれないです。行って網入れても取れないから、だからそこまでもうやらないですよね。それなのに、まあ、中国の方の漁獲船が相変わらず減っていないというのはなんかやっぱりおかしいなと思います。ですから中国のデータは信用できないので、中国の沿岸での漁業というのは相当今、まあ、過酷になると言いますかね、資源が枯渇の状態に追い込まれているのは間違いない。だから風営養化して動物プランクトンは増えても魚がいないために、魚がそれを利用することができなくて、クラゲが増えていって独り占めしようという独り占めできるような状態になっているというのが今の状態です。ですから毎年のごとくクラゲの大発生が起こるわけです。まあ、結局大発生をする2002年以降、大発生を続けているクラゲの原因、まあ、完璧には分かったとは言えません。けれども東京湾で起こった水クラゲの大発生など、瀬戸内海で、まあ、起こっている水クラゲの発生に、そして2002年以降、東アジア沿海というんですかね、東アジア全体で広いエリアで起こっているこの越前クラゲの大発生のことを考えていると共通項はあるでしょう。オリンピックから共通項が1964年東京湾では大発生が始まった。水クラゲ、東京オリンピックの1964年東京オリンピック、北京オリンピックを、ね、控えてて、やはりこの越前クラゲの大発生、まあ、それはもう共通項かもしれない。それは人間の活動が高まって湾、内湾の環境を変えてしまった、中国の沿岸の環境を変えてしまったということが、まあ、共通的に見て取れるものがあるかもしれません。まあ、いろんなそういうことがあると思うんですけれども、まあ、そういう中で、
結局越前クラゲそのものの大発生は何を意味しているかということですね。まず、確認すべきことですけれども、豊かな海、瀬戸内海の豊かな海だと言いましたけれども、その規模が全然違うスケールで東アジアの海というのはもうすっごい豊かな海です。だから今でも中国は世界一の漁獲量を誇れるわけですよね。そこが環境の変化をもたらし、そして生態系の変化を起こし、そして漁業の乱獲というのは、漁獲の減少というのが確実に起こっているということがまずあります。そしてクラゲの増加の原因というものは、これはいくつか要因が関係していると思います。絡んで複合していると思いますけれども、魚類資源の乱獲、そして温暖化、不栄養化、こういったものが関係している。すべて人間活動によって作り出されたものです。だからそうすると、これまでどうも人間は海との付き合い方を間違えてきたんじゃないか、いろいろと海を管理しよう、漁獲管理をしようとしてきたけれども、今の管理のままではこれはいかない、環境管理もやはり不十分であると言わざるを得ない、少なくともクラゲの大発生を抑える、または、漁業資源をちゃんと維持するという形ではですね、私たちはいい管理をしてこなかった、そういう意味では付き合い方を間違えてきたというふうに考えていいと思います。一体どういう海がいいのかというと、そのやはり私たちにとって有用な海でないといけないわけですね。もちろん海の機能っていろいろあります、ね、広いから癒してくれるからそれはいいと思うんだけども、ただきれいな海であっても、そこでは生物が育たない、食料を作ってくれない、やはり豊かな海でなきゃいけないということですね。そこには魚が溢れて、やはりちゃんとその人間のために役に立っているという海であってこそ海であって、クラゲだらけの海というのは結局不毛の海になるわけです。だんだんと魚を駆逐していく海になっていくわけですね。それはひとたびクラゲが増えていくとですね、魚は卵を産みます、ね、卵から帰ったその小さな仔魚がいます。その卵や仔魚もクラゲが食べてしまうから、ひとたびクラゲが増えたら魚はもうだん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 追い詰められていくような状況になっていく。これを私はスパイラル状にクラゲが増えていくから、クラゲスパイラルというふうに呼ぶんですけどね、そういう現象を、だから、そういうクラゲだらけの海というのは結局魚にとってはもう資源回復が非常に難しい海になっていくということです。だからクラゲだらけの海は不毛の海に近い、そういう海になっていくということですね。そういう状況の中で越前クラゲ大発生というのは、これは、人間に対するその、海の神が使わした警告を発するための使者であるというふうに私は、見たいというふうに思います、もちろんそのものだけ、クラゲそのものだけでもですね、非常にネガティブなものは大きいんですけれども、これは人間に対して、そういう海の、クラゲを大量に発生させている海の直接的な原因だけじゃなくて、人間の在り方といいますか、生活の仕方といいますか、社会体制も含めてのことかもしれませんが、これでいいのかということを考えなさいというふうな形で、私は海の神が使わした使者ではないかというふうにも思っています。そしてこの海をどういうふうにしていくかなんですけれども、私の目標は、これ東アジアという他国にわたる問題です。ですから日本、中国、韓国の共通理解と国際協調によってですね、この東アジアの海を魚があふれるその大きな里海、大里海、そういうものに作っていかなければ、我々そのものがこの地に永続できないというんですかね、そういう状態にあるんじゃないかというふうに考えます。なかなか罪特効薬なくて難しい問題ではあるけれども、やはり海を我々人間にとっていい海、豊かな海、有用な海として見ていく。
例えば中国に対してあんたが悪いからこんなになったよって言ったって、向こうはこう鎧を固めるだけなんですけれども、みんなでこの海をうまく使って魚を増やしていこうじゃないかというと聞いてくれるでしょう。そういう形で持っていって、国際協調の中でこの東アジア広大ではあるけれども海を新たな形で人間が管理をしていかないといけない、そういう今時代に差し掛かっていると思います。そういう意味で私は東アジアの海を大里海にしたいんですね。最近私のところに来た学者問題ですが、22日に収録が終わりましたというか、私の部屋に来てやりました。それで、まあ、今日皆さんにお話したこともひょっとしたら出てくるかもしれません。また太田光という彼はもう曲がったツッコミをする人ですから耐えるのが大変でしたけれども、まあ、1時間半の間彼らとクラゲを通して、ね、いろんな話題を、まあ、それぞれ交互にやって、あとは編集者がどのようにこれをまとめていくかですけれども、今日十分お話にできなかったこと、または十分理解がいかなかったことはですね、この番組を見てもらえるとまた新たにしてもらえるというふうに思います。6月24日1ヶ月先ですけれども、ちょっと遅い時間です。もし機会があればですね、ぜひご覧ください。ということで、越前クラゲの大発生をめぐる謎と、そして私たち人間にこう問いかけているメッセージ、これを今日は考えていただければというふうに思いました。ご清聴ありがとうございました。